時刻6時26分回りました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。4月の補欠選挙、逆風吹く自民党の戦略はどうなんでしょうか。4月28日投開票の衆議院東京15区、島根1区、長崎3区の3つの補欠選挙について、自民党3つのすべてに候補者を立てる方針決めたことが報じられていますが、派閥の政治資金パーティー裏金事件が響く中、さあどのような戦い方になるのか、まずは自民党の戦略について須田さん、お願いいたします。はい、大前提としましてね、補欠選挙行われますけども、場合によっては、はい、自民党の、ね、9月の総裁選の前に、解散総選挙があるんではないか、その可能性も指摘されてますよね、そういった意味で言うと総選挙のある意味で前哨戦になるんですよ、今回ね、でしかもこの3つの選挙っていうのはですね、全て衆議院選挙ですから、その意味合いを、でもですから、総選挙のですね、ミニミン版みたいな、そういう位置づけだというところになってくるわけなんですね。このことをまず頭に入れておいていただきたいんですが、でそしてその一方でということなんですけれども、今日の、ね、番組の冒頭の方でも若干触れられましたけども、岸田内閣の支持率がだだ下がり、はい、激下がりという状況なんですけども、じゃあそういった状況の中で岸田さんの今の心境はどうなのかっていうと、でどっちだと思います？1、大いに焦っている、2、余裕しゃくしゃく、はい、どちらでしょう。まあ、普通に考えたら焦っているですよね。はい、だから、まあ、この番組で言ったら調子率がだだ下がりになってるのに、ニコニコしてる上泉さんみたいな状況ってありえないじゃないですか。そうなったら上泉さん機嫌悪くなるはずですもんね、普通は。そうですね、いやただね、もうじゃあどうします、開き直ってるかもしれないじゃないですか。で、今回の場合ですね、岸田さん余裕しゃくしゃくなんですよ、実を言うと、これね、余裕しゃくしゃくな風に見せてるんですか、それとも本当に余裕しゃくしゃくなんですか。これは本人にしか分かんないですけど、ただ国会の答弁なんか見てるとですね、本当になんか変に余裕持った答弁で、表情も柔らかでにこやかで、普通だったら引きずってる、口元はニコッと笑ってるかもしれないけども、目が真剣だったりしますよ、こういう状況だったら。ところがですね、岸田さん鈍感力とも言われてるんですけども、全く動じてないという状況、なぜなのかというとですね、その一方で私、先週から今週にかけてずっと霞が関の中央省庁を回ってきたんですよ。まあ、別のちょっとね取材がありましてですね、そうすると今霞が関で面白い噂が流れてましてね、どういう噂かっていうと、9月の総裁選後も岸田政権は続いている、ほう、続いている可能性が高い、高い、そういうその前提で彼らは仕事してるんですよ、はいはい、中央省庁の、官僚たちは。これはその心はというとどういうところにあるんでしょうか。で2つ理由があるでしょうね。1つはですね、自民党の中を見回してみても、党内見回してみても、有力なライバルがいない、自分にとって変わる人間がいない、ね、で2つ目の理由としてはですね、じゃあ、解散総選挙やったって、今の野党の手たらくを見たら、あの支持率見たら、政権交代なんか起こりっこないんだよと、議席は多少減らしても、ね、自公政権が続いていくんだというね、この2つのですね、状況を捉まえて余裕が出てきてるということなんようなんですね。でもそれでもね、内閣支持率というのを見ると、本当にいくら高くても 20% 台半ばでしょ、で低いところだともう 14-15% でしょ、何度も言いますが、国民の7割から8割の方が支持してないっていう状況はどうでしょう、例えばこれは民意と考えた時に民意を捉えてるのか、でも須田さんおっしゃるように、これじゃあこれだけ支持率低くても選挙になった時にじゃあ政権ひっくり返るほど、なんだろう、野党に力があるかっていうと現実なかなかそうは見えないですもんね。そうなんですね。ですからそういった意味で言うと、民主党政権が誕生した時のような、ある種の高揚感であるとか、民主党に対する期待感であるとか、民主党の支持率って、今全くないじゃないですか。ないですもんね。今それにとって変わる存在というのは、まず最初に立憲民主党、野党第一党ですからね。で、野党第一党の支持率がガンガン上がってきているのか、加えて立憲民主党に対する、ね、期待感が強く現れているのかっていうと、どちらもノーですよね、現状ではね。本当にね、
やっぱり2年前、一回り以上になりますか、その2010年、はい、11年の民主党政権の時ってね、いや、これ全部が全部悪かったのかっていうと、もう一からまだ検証しないといけないとこあるんですけども、その時のなんかこう、あれはいかんかったなみたいなイメージって相当有権者の中にあるんでしょうかね。そうですね。ですから、ある意味でね、小さな成功はたくさんあるんですよ、はい、民主党政権でね、ただ大きな失敗があまりにも目立つから、例えば、普天間基地だって最低でも県外、はいはい、そうでした、どないなってんのやみたいな、ね、ところですよね今ね。であるいは例の東日本大震災の時の福島原発に対するね、原発事故に対する、事故対応、ね、特に、菅さんのね、対応っていう点で言うと、やっぱりどうなの、ああいう国家的な危機の時にやっぱり民主党政権に委ねて大丈夫なんだろうかっていうような大きな失敗があるわけですよね。なんですか、こういう状況になった時にね、いや、あの時いいこともあったよなっていうイメージにならなくって、むしろネガティブだった方のイメージが一方的にわーっと膨らんじゃって、ますますもって、なんだろう、例えばその あれはもう二度とダメだみたいになっちゃってるとか、民主党にとって今すっごい厳しいですよね。本来そうでもないかもしれないのに、よく夫婦関係でもあるじゃないですか、たった1回のですね、1、2回の、ね、浮気がですよ、はい、いいこと1回たくさんやってるのに、私に対する妻の信頼感がこれだけ薄いというのも、それはね、身から出たサビですね、本当にそれはもう、もう須田さん大いに反省してください。もう民主党と同じように大いに大いに反省、はい、話がずれるから、ね、やって、はい、で話を元に戻しますね、でそうするとですね、今の自民党にとってみるっていうと、このね、3つの補欠選挙を全部落としたら大して痛くないんですよ、はっきり申し上げて、ね、3つ落としたとしても、岸田さんとしてはそこまで痛くないってことね、今の状況じゃ仕方ないだろうというのが、まあ今のだってもともとね、だってこの3つの、ね、補欠選挙というのは、前職は全員自民党なんですよ。そうですね、まあ島根一区の細田さんはこれ死去に伴 ね、元衆議院議長ですけども、死去に伴う補欠選挙ですけれども、長崎3区にしても東京15区にしても、いずれもですね、政治と金の問題、これで辞職する、その前にですね、立件されてしまったということもあるんでしょうけども、その政治と金の問題に伴う辞職によって補欠選挙ですから、最初からマイナススタートなんですね、自民党は、そういった点で言うと、今の状況からすると3つ落としてもいい、できれば1つぐらい取りたいよねと、さすがにでもね、 3つは落とさないでしょう。で例えばね、それこそ長崎3区って例 の、 谷川弥一さんね、頭悪いねあんたって言って、最後は記者会見の中ではもう全部私が悪いんです、ニコ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 っていうあの方ですよ、あそこ長崎3区立てないって話もありましたけど、立てるんですか結局。ね、そこはすごいですよね、この逆風化で、受けて立ちますよ我らが大幹事長茂木さんがですね、ちょっと今決めました、ここは。ちょっと今言葉変わってませんか、いつもと。もういよ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 茂木幹事長がこの番組をお聞きだという情報が随分流れてるわけですか。もうですからですね、当時のね、小物界の大物から今やもう小物界の小物になって消え去りそうになってる。でそこでこういう一発勝負だ、もう全部立ててやる、もう破れかぶれだみたいな、そこ破れかぶれは言い過ぎですけどね。長崎はもともとやっぱ保守の強いところですよね、3区というところ。ただですね、過去振り返ってみると長崎県知事選挙をはじめですね、保守分裂の地域なんですよ、ここは。あ、保守分裂なんですか。もともとね、北村さんというですね、地方創生大臣というね、方とですね、金子さんという元、農水大臣の方が、佐世保という大きな町があって、そこをですね2人で分け合ってたっていう、これ違う、東大の選挙区ですけどね、で両方とも岸田派なんですよ、でこういった有力な岸田派所属の有力議員がいるために、よく揉めるんですよ、もう長崎という地域は。ですからそのね、保守分裂のしこりがあって、今回ですね、長崎3区で、建てたとしてもですね、でじゃあ建てたけども10増10減の影響もあって、この長崎3区は消えるんです。らしいですね、ここですってね、
そうなんですね、うん、で消えるんですから、仮にこれ当選してみたところで、うん、ね、じゃあ次の解散総選挙になった時に、うん、その小選挙区から出られるかどうかが分からないというか、はい、うん、まあ、長崎今度4つの選挙区から3つの選挙区に減少するんですね、うん、で新ね1区2区3区のですね候補者もう決まってるんですよ、うん、ですからこの長崎3区が消えるということで、これで仮に当選してみたところで、うん、次の総選挙は選挙区から出られないというね、はいはい、うん、状況になってるわけなんですね、うんうん、ですからもう出る側としてはモチベーションだだ下がりだし、ね、長崎県連としてもあんまりそんな一生懸命なくてもいいんじゃないのというね、もともと保守分裂の、しこりもあるんだし、うん、っていうところでよくぞまあこんなところに立てるとね、うん、ね、勝てもしない戦に打って出るのはさすが茂木さん大物だなと私は思いますけどね。島根一区はこれ弔い合戦ですから、もうここは逆に絶対に落とせないですよね。まあですから勝てるとしたらここぐらいなのかなと思うんですけれども、ただですね、ここ相手が亀井明子さんっていう方が、はい、立憲民主党は立ててくるんですね、はあ、でこの方はですね、まあもともとですねこの地域ってのは津和野藩ね、うん、江戸時代の津和野藩、はい、藩主の娘さん、あら、ね、岩倉智美明治の元君ですね、うん、はい、の末裔で、もともとは国民新党という亀井静香さんって遠い遠い親戚なんですけども、はい、まあ、うん、亀井静香さんが率いてて国民新党から出馬して、ね、うん、当選された方、うん、そのお父さんは亀井久奥さんって、この方もずっと国会議員を長らく務められた方、うん、もう名門だわ二世だわっていうところ、まあ、二世どころか岩倉富美子が考えると何世だかよくわかんないっていうね、まあまあまあ、状況にあるわけですけども、うん、ということはあれですか、楽勝ムードじゃないんですか、楽勝ムードじゃないですね。でこれは後でお話ししますけれども、はい、野党共闘のあり方によってはですね、場合によってはもう立憲民主党を取るんじゃないかなとも言われているところ、いや東京は、まあ、東京はだってまだ候補者決まってないんですよ自民党は。あ、でそれこそ立憲民主党はね、須藤さん立てるだどうだってお話ありますよね。ええ、うん、まあそういった意味で言うとですね、やっぱり東京15区で、まあ、柿沢水戸さんという方がですね、うん、はい、政治と好みの問題で、まあ、逮捕起訴されてしまって辞職をしてるわけなんですけれども、うん、そういった点で言うとちょっとね、特に地方じゃなくて東京エリアというのは、まあ、これ大阪もそうでしょうけども、うん、不動票無党派層が多いものですから、うん、やっぱりイメージがあまりにもちょっと悪すぎますよね、うん、ここはね、うん、自民党に対するという中で、じゃあ自民党の方は今見ましたけれども、はい、では一体野党の方はどうなのかというところを見ていきましょう。さあ、その交錯する思惑、補欠選挙をめぐる今度は野党の動きというところでございます。さあ、その野党の方は3つの補欠選挙について今のところ全てで候補者の一本化が進んでいないということで、特に東京15区は今お話ありました野党候補乱立しそうな状況ということで、さあそうなってくると候補者の競合で共倒れもあり得るということですから、野党内でもですね、なぜ同じ鉄を踏むのかというお話あるそうでございます。さあ一方で今後総選挙も踏まえて睨んでというところになりますが、補欠選挙からの野党の動き見ていきたいと思うんですけれども、さあこのあたりはどうなのかというところですよね。そこはですね、今上泉さんがご指摘いただいたように、うん、野党の一本化、つまり野党共闘っていうものが一つ大きなキーワードになってくるのかなと、うん、つまり野党共闘って一体何かというと、うん、もっと具体的に言うとね、立憲民主党と共産党との選挙協力なんですよ、うんうん、野党共闘だからといってで、ね、立憲民主党が国民民主党やあるいは維新の会と協力関係に入るのかというと、そうではなくて、基本的には立憲民主党と共産党が選挙協力をする、うん、で具体的、もっと具体的に言うとですね、共産党があらかたですね、うん、本来立てていた候補者を下ろして、うん、でその一方で立憲民主党の選挙応援に回るというのが基本的な野党共闘のあり方、うん、これをやればですね、はい、だいたい最低でも立
憲民あ共産党サイドから流れてくる情報によればですね、はい、最低でも40議席増えるだろうと立憲民主党、ね、でもっと言えばですよ40から60増えるとも言われてるんですよ。60はちょっと言い過ぎじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、でそうすると、立憲が例えば40増えるとなると要するに自民党は40や与党は40減りますからね、行ってこいで80議席が開くんですよ。だからそういった意味で言うとこの野党共闘の特に共産党と共闘することの意味合いは大きいんだというね、うん、そういう指摘もあるんですが、うん、まあ本当にそれが勝てるのかなというのはありますけどね、うんうん、ですからこれが軸になっているということ、この方をまず頭に入れといていただきたいんですが、はい、さてそこでなんですが、じゃあ、立憲民主党が見ていくと島根一一区に関しては亀井明子さんが先ほど申し上げたようにね、津和野藩のお姫様が出てくるというね、ところでしょうと。で長崎3区に関しては、この方現職です。比例九州からですね、選挙区に回るということで、山田勝彦さんという方が出馬されます。ところがこれがね立憲民主党また弱いところで、東京15区、まあ、今回のね補欠選挙というと最大の焦点となってくるのはこの東京15区だと思うんですよ。でこれは要するにたった1議席なんですけれども、この1議席の持つ意味って極めて大きいんだろうなと。ここで取るのと取らないのとはですね、やっぱり国民世論のですね、有権者の立憲民主党に対する見方、ね、あるいは評価が大きく変わってくるんじゃないかなと私は思うんですけどね。勢いも出てきますよ、ここで取ると。でも確かにそうなんですけど、これがそれぞれの政党でやっぱり野党がもう出してくるとですよ、やっぱりこう共倒れになりかねないというのは、それは党の幹部の方おっしゃる通りその通りなんでしょうね。そしてじゃあ先ほど申し上げたね、野党共闘の一方の鍵を握る共産党なんですが、共産党は島根と東京で立てますよ、新人、もちろん新人ですけどね、でその代わり、ね、長崎3区では、自主的支援でさっき申し上げた立憲民主党の山田さんを応援しますよと、自主的な支援ということで、まあ、ここでなんとか、その、ね、野党共闘の、細い細い糸をですね通しておこうということなんでしょうけれども、ただこれじゃあ次の今回の補欠選挙じゃなくて次の将来的なですね、解散総選挙含めて野党共闘やるよたら共産党おそらくいつでも島根東京は下ろせる、そういう状況になってるのかなと思うんですね。ですからこれは要するに立てるけれどもね、長崎3区では、ね、自主的な支援しますよというある種ですね、そういうメッセージを送ってるんじゃないかなと。これ東京15区は自民党はどうするんですか。東京15区自民党はもちろん立ててきます、ただ、公職決まっていないという状況なんですけどね。一説には小池百合子さんが出るだ出ないだみたいなお話がありますけど、これどうなんですか、現実として見れば。いやいや、話としては面白いんですけどね、まあ、小池百合子さんが出てくるというよりもやっぱりね、小池百合子さんというと今やどういう存在かというと、東京エリアにおいてはもうドンですよ、はっきり申し上げて、ね、ある種キングメーカーとも言ってもいい、ですから自らが出るんではなくて、要するに例えば小池百合子さんと自民党が手を結ぶ、ね、とりあえず東京都連会長、自民党の東京都連会長は萩生田さんですから、ね、萩生田さんと小池百合子さんの最近ね、結構急接近して、かつては犬猿の仲だったのに、一緒に食事なんかしたりなんかしてんですよ。この辺はちょっときな臭い動きがありましてね、この選挙の話になってくると小池さんのお話ってのは必ず出てきますね、ちょこちょこっと、というのはですね、やっぱり小池さんというと東京では、大阪では全く人気ないと思うんですけれどもいやいやいや東京では結構人気ありまして、特にですね、公明党の、創価学会の女性部、かつての婦人部ですね、にはですね、非常にですね、強い支持があるんですね。ですから小池さんがどう動くかっていうのが一つの鍵を握ってるんだろうと思いますけどね。確か須田さん、東京都知事ももう人気でしたっけ。そうですね、そうですよね、東京都知事選挙が7月にそうですよ、ね、あるわけですから、まあでもその前のこれ補欠選挙ですから、任期満了前にそれをほっぽり出すとなるとですね、やっぱりその責任の、ね、所在というところになってしまいますからね。ですからなんかまあ、それはありえない。ただ、どうなんでしょうね、都民ファーストの会から出す出さないという話は私は十分あるんじゃないかなと。いやでもこれさっきおっしゃってましたけどね、仮にねこのまあ連敗、自民党が3つとも負けるなんてなってくると、さすがにね、さすがに3つはないよなにはなるんじゃないんですか。
うん、ですから、まあ、それがですね、ある種、心の底から出てるのか、うん、誰かね、責任を問わせようとして出てくるのか分かりませんよ、うん、おそらく後者になるんじゃないかなと、うん、で、まあ、そうするとですね、まあ、3連敗になると誰か責任取らなきゃならないでしょうと、そうでしょう、さすがに、うん、でそれは小渕優子選対委員長なのか、はい、それとも、選挙に関して最高責任者の、茂木幹事長なのか、まあ、この二人の仲が悪いだけにですね、非常に面白い展開になってくるでしょうね、参拝すると。これ微妙なのが、あの 1勝2敗なのか2勝1敗なのか、まあ、もちろん3つとも取るという可能性も、まあ、もちろんあるわけですけど、はい、1勝2敗あたり微妙ですね、自民の1勝2敗あたりっていうと。いや、1勝2敗だったらもうなかったことになるでしょうね、選挙自体が。1勝2敗だったらなかったことになる。なかったこと、もう選挙終わった、はい、終わり、じゃあ次解散総選挙みんな頑張っていこうっていうね、そういうふうに次へスイッチします、1勝2敗だったら。これまたあの裏ネタの方でも最後須田さんお聞きしますけど、これ本当に、ね、例えばその4月、例えば予算終わった後の成立後の、うん、例えばこの補欠選挙前の解散なのかっていうのは、うん、まだ可能性としてあるんですか。いやー、もう可能性としてはね、非常にこう低くなってきてると思いますよね、うん、まあでもその辺はですね、岸田さんの腹一つですから、まあ、そうですよね、僕と言ってたじゃないですか、それ上泉さん自身が、うんうん、はい、正解先は一寸先は闇、うん、でそれこそ僕らはこう直接なかなかお話聞けないですけど、それ須田さんのようにいろんな国会議員の方とかね、はい、霞が関も含めて暗躍している方からするとですよ、うん、はい、そりゃいろんなお話してるだろうなと思いながら、うん、今議員の人たちが一番そわそわしてるんでしょうね、おいつやねんと、うんうんうん、いや、うん、とは言っても今じゃないだろうっていうことで、うん、あの比較的ですね、うん、あの無風状態になってるんですよ。 そんなに焦ってない。例えばなんか、ポスター一生懸命印刷したりとか、うん、ね、あるいはなんかもう、地元張り付いていろいろと ね、あの動きをしてるとかってのないですね。あのそれで言うと、確かに今おっしゃった例えば9月以降もね、はい、岸田さん続いてるんじゃないかっていう、その霞が関のお話っていうのは今の筋書き見てるとあながちね、はい、そのない話じゃないんだろうなって勝手にもう、あの須田さんの、岸田さんのね、4月は卒業旅行だみたいな話をきっとなんかしてる話になってますが、いやいや卒業どころか、まだまだやるぞみたいな感じってことですよね、これお話聞いてるとね、ですからね、国民の方もね、はい、例えばこれも変な話なんですけれども、うんうん、あの最近ね、うん、まあその報道番組、ニュース番組以外では、うん、ほとんど政治と金の話を取り上げなってきたんですよ。少なくなってきた、言われたらそうですね、うん、でどうしてかっていうと、あのそれでは視聴率は取れなくなってきた、レーティングが取れなくなってきちゃってるんですよ。もうみんな飽きてきたというか、もういい加減にしてってなってるんですかね。って感じはあるんでしょうね。お腹いっぱいというところになってきていて、これはですね、やっぱりじゃあ怒ってることは怒ってんだけども、はい、でもういいやみたいなところにもなりつつある、飽き飽きしてる、つまりこれ政治離れ、これが一番危険なんですよ。そうですよね、はい、まあ、そのあたりの話ではまた7時30分ごろお伺いするといたしまして、はい、じゃあ続いてはこちらでございます。国際ハッカー集団主要メンバーが逮捕されました。須田さんの見方いかがでしょうか。今週警察庁は身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアを使いまして、世界中の企業にサイバー攻撃を仕掛けていた国際ハッカー集団ロックビットの主要メンバーとみられる2人、ヨーロッパで摘発されたことを公表いたしました。そこで注目されたのが、警察庁のサイバー特別捜査隊、ランサムウェアで暗号化された被害を受けた側の情報復元できるツールを独自開発したという発表なんですが、さあ、これどういうことですか。はい、うん、まあ、あの日本の新聞ですから、やっぱり警察庁こんなことやりましたよ、データ復元技術開発しましたよ、すごいな、日本がやっぱりこのね、うん、10カ国 の捜査当局の中で主導権握ってますよみたいなね、うん、そんなような、記事が満載してるんですが、うん、これね、日本だけです、こんな記事書いてるの、うん、そうなの、うん、世界水準から見るとですね、はい、何日本の、ね、メディアはこんな変な記事書いてんだというような形になります、うん、まあ、ですから正しい、じゃあ、国際的に、ね、どういう情報
ニュースが流れているのかっていうのを正しく理解していただきたいんですけれども、まあ、今回もちろんね、ランサムウェア、これランサムウェアっていうのは身代金要求ソフトと言われているもので、今先ほど出てきたロックビットというのは組織の名前なんですよ、ね、でこれロシア系の、まあ、ロシア人を、中心とする組織で、まあ、もうこれがですね、組織が壊滅されるさせられると同時に、ね、まあ、言ってみればですね、その暗号化した、じゃあ暗号身代金要求ソフトってどういうものかっていうと、あるデータを企業や、政府機関なども持っているデータを暗号化しちゃうんですよ、要するに、第三者が見たらわからないような形に置き換えてしまうんですね、でところがですね、その置き換えたものを元のデータに戻すものを、まあ、言ってみればですね、復元鍵、復元、物事を復元するの復元のですね、復元鍵というふうに言われてるんですけれども、要するにお金が振り込まれてくると、その復元鍵をですね、相手に送ることによって、まあ、元のデータに戻すという、こういうことをやってるんですね。身代金っていうのはデータの身代金ってことなんですね。そうです、データの身代金、このことによってですね、おそらくトータルで、1億2000万ドルですから、だいたい200億円以上稼いだとされてるわけ。はで、その鍵を、まあ、本来ならそのハッカー集団なりがお金と交換でやってきたということなんですが、日本では独自にそれを復元できるものを作ったんで、お金払わなくていいっていうことですよね、今のお話聞いて。ただですね、まあ、今回は中心になったのは実を言うと、アメリカ、イギリス、そしてユーロポール、つまり欧州刑事警察機構のこの3社なんですよ、メインは。で実はですね、アメリカとイギリスは協力してロックビットのネットワークに侵入して、このネットワークをもう全て破壊します、サーバーも含めて。でそしてその過程で複合鍵、さっき申し上げたですね、元に戻す鍵を取得して、容疑者を逮捕し起訴して、そして資産も凍結した、銀行にある資産を、あるいは暗号通貨も含めて凍結した、ということで全部解決したんで、これ表に公表されたということなんですよ。つまり複合鍵を取得したから、日本が、ね、データ復元技術を開発したところで、いやありがたいんだけどもう必要ありませんわみたいな、そんなようなまあ、でもこの技術が他のものに使っていけるっていうことはあるんですか？まあ、将来的には、まあ、こういうですね、あのランサムウェア、ね、まあ、つまり身代金、ね、要求ソフトというものが出てきたときに、まあ、こういう日本の、ね、この高度な技術が役に立つ可能性は極めて高いですけども、今回に関して言うと、もう福岡が入手されてるんでね、もう解決した話、解決した話、じゃ あの一旦お知らせでございます。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。須田さん、でもランサムウェア云々とありましたけど、まあ、結局この手のものってまたいたちごっこみたいなところもあるんじゃないんですか？次また新しいのも出てくるでしょうしね。もちろんそうですね、やはりですね、このランサムウェアっていうのはこれだけで限りませんからね、そしてね、独立行政法人情報処理推進機構というね、そういう団体が日本にあるんですよ、これ経産省のね、まあ、あの所管にあるですね、まあ、そういったサイバーセキュリティに関する、まあ、注意喚起をしていくそういう団体なんですが、これがつい最近ですね、情報セキュリティ重大脅威、あの10のね、大きな脅威ということなんですけれども、そのね、4年連続1位を獲得したの、獲得したってのはおかしいんですけども、4年連続1位になったのが、今申し上げた身代金要求ソフト、ランサムウェアなんですよ。この危機の、これの脅威なんですよ。ですから、今回の、ね、ロックビットが、壊滅された、逮捕起訴されたということでもあってもですね、今後ですね、こういったものっていうのはどん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 起こってくるんだろうなと思いますね。それでも、まあ、一番大きいところが、まあ、摘発されたってことなんですね、今回はね。そうですね。で、じゃあこの何が問題なのかというと、簡単にね、説明しておくとすると、暗号って何かっていうと、2という数字を、ね、暗号化したところ、まあ、ブラックボックスに入れた暗号化したところ、1.414135.6 という数字が出てきました。ほうほうほう。で、これ何だと思います？円周率じゃないですか、ね、ほんまやほんまや。 1.14、 おう、 1.414135.6 ルートです。
あ、ルートは人用に人見頃、あ、人用、人用に人見頃、はいはい、そこはスッと答えていただきたいと思います。ということで、はい、これは記憶してるから暗記してるからすぐ2という数字を入れると、うん、1.414141356 というのは、うん、あ、これルートだなというのは分かります、うん、分かるんですよ、うん、で暗記してるから、うん、じゃあこれルート10っていくつの数字が出てくるか分かります、分からないでしょ、うん、1.4×5 分かんない分からないですね、これね、うん、計算も非常にしにくいんですよ、うんうんうん、ルート10なんで、うん、記憶もしてないから、うんうん、でつまりこのルートというのが、まあ言ってみれば鍵であり、うん、暗号化のシステムなんですね、うん、ですから、もうこんな羅列になってしまうと、これデータを変えられてしまうとですね、うん、要するに一つ一つ復元していくなんてもう不可能ですから、うん、その鍵がないとニッチもサッチもいかないという状況になってしまう。そんなルートみたいな単純な鍵じゃないですもんね。いや単純な鍵なんですよ。非常にこれはね、単純であればあるほど意味が大きく持ってくるんですね。へえ、そうなん、ま、もう僕らにも分かんない世界であるんですが、はいはい、まあとはいえその世界に経産省が注意喚起している10大脅威のうちの、まあ、一番大きいところが、まあ、今回ということだったということなんですけれども、で、うん、ですから今後ですね、これ非常にこう簡単にというか、うん、特別な技術さえあればね、うん、まあ、そして特別なツールさえあればですね、うん、この、まあ、ちょっとした技術であればランサムウェアっていうのも作れますからね、うん、まあ、今後もですねこういったことは相次い出てくるのかな、そういった意味で言うと今回ですね、うん、一気化成にアメリカ、イギリス、そして他の日本も含めてね、他の国が協力することによって、全部叩き潰したというところってのを持つ意味は、要するに、警戒を送った、警告を送ったという点ではね、うん、非常に大きな意味があったんではないかなと思いますけどね。でただですね、はい、うんうん、ランサムウェア国家ってのがありましてね、うん、どこかって北朝鮮ですよ。あ、そうなんですね、はい、ですからこれ、この問題っていうのはただ単純にお金を盗まれた取られたではなくて、うん、安全保障上の問題、じゃあなぜ北朝鮮はそれをやってるのかというと、うん、やっぱり経済的に非常に苦しい、外貨獲得ができないっていう状況になってますよね、うんうんうん、ですからこういうことで外貨を稼いで、それは例えばミサイルの開発であるとか、うん、核の開発であるとか、うん、そういったところにお金が使われていくっていうことになってるわけですね。じゃあそのあたりってのはまたまたそれも世界も含めそこは注目してるっていうところがあるわけなんでしょうね、注視してるっていうところがあるわけなんですね。そうですね、なるほど、わかりました。では最後に、少しだけこのお話を、1g 1万円台が定着、金の人気はいつまで続くんでしょうか。ここ数ヶ月歴史的な高値がついている金なんですが、まあ、円建て価格は円安の影響もありまして、まあ、1g 1万円台に定着しているほか、貴金属商大手の田中貴金属でもここ最近の金の店頭小売価格 1g 1万700円付近で推移しているという状況だそうなんですが、まあ、有事には金ということをよく言われておりますけれども、さすがにこの人気はいつまで続くのかというところを最後に仕事をお願いしたいと思います。まあ、なぜこんなに金がどんどん上がってるのか、私もですね、30年前に買った、金のネックレスが、もう5倍以上上がってますからね。売りましょう売りましょう売って3人でじゃあ店も食いに行きましょうかみたいな感じになりますけど、ここまで来ると置いときたいですよね、まだ上がんじゃないかっていう、うん、そうですね、うん、なぜこれ上がってきてるのかっていうと、こう近年のですね、やっぱり中国の経済が大いなる不振になっていて、やっぱり中国国民がですね、まあ、金をもう爆買いしてるんです。実は要するに人民元が信用できないということで、で今中国はですね、暗号通貨、ね、ビットコインなんかもですね、購入することがこれも禁止されておりますし、で手軽な資産保全という点で言うと金なんですよ。だから日本にやってきている、この春節やってきている中国人何人かに聞いて、今回何爆買いするの、金って、何びっくりするような返事が返ってきますよね。あ、そう、でも金ってそうか、こっちで買ってまた向こうに持って帰ることは別に大丈夫なんですね、考えたら。宝石大丈夫ですね、うんうんうん、でハンドキャリーで持ってきますからね。でもなんかこの手のものっていうのは、まあ一つ投機の対象にもなったりもしますので、なかなかその、素人がですね、はい、金の先物だなんて言って、行くと結構痛い目に遭うケースもあるでしょうしね。ただね、金の現物、例えば金 ETF っていうのがあるんですが、投資信託ですね、これ現物で買っていきますから、現物は先物じゃなくて、今の先物ではなくて、現物だったら
長い目見ればロングランで見ればですね、うん、必ず上がりますからね。だって私が買った金が5倍ですよ、まあ、羨ましいでしょ。もうこれ羨ましいよ。だから早く売ってあのみんなご飯食べに行きましょう。でも短期間では上がり下がりはあるけれども、うん、中長期的に見たら必ず右肩上がりのトレンドを描いてるんですよ。だからそういった意味で言うと要するに現物を買うっていうのは意味があるのかなと。だからよくね、うん、まあ、小さい話で言うけれども、はい、小さな声で言うけれども、うん、よくおりん金のおりんとかあるじゃないですか。あるあるある。おりん、ね、あるああいったものも、まあ、相続税対策ということもあるし、ね、あの将来的にこれ売ってお金に変えることもできるということも考えてるんですね。うん、まあ、一方でこれがまだ先物になってくるとちょっとまた変わってくるわけですよね。そうですね、うん、先物の場合は値段が短期間でダーンと下がってしまうと先物で買っておいたら生産させますから、一定の値幅を超えて下がった場合上がった場合には、まあ、上がる場合には関係ないけど下がった場合には生産させてその損切りさせられるんですよ。だから先物っていうのはちょっとリスクが高いんですが、その分レバレージが効きますからね、非常にですね、ハイリスクハイリターンのですよね。そうか、今はそうか、中国経済が不安定というのもその金の値上がりの要素になっているっていうことなんです ね、 そこはね。でも確かにあのここ10年で5倍とかって言われたら確かにね、はい、うん、なんとかみたいなところあるでしょうけど、じゃあ須田さんすいません、7時30分までに一旦現金に変えていただいて、はい、あのお待ちをしておりますので、また後ほど7時30分頃今度は裏ネタのコーナーで、今度はそう、はい、政治不信のお話さらにお聞きしてまいりたいと思います。上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。時刻6時まもなく19分になります。このコーナーお送りしましょう。取れたてピックアップニュース、こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずはこちらのニュースから、はい、投資名目で金を騙し取ったとして国際手配されていた岡山県の農園運営会社、うん、西山ファームの元副社長山崎雄介容疑者が逃亡先のインドネシアで身柄を拘束されたことが分かりました。インドネシア当局によりますと山崎容疑者は先月31日バタム島の沖合でインドネシア人らとボートに乗りマレーシアへ向かおうとしていたところを見つかったということです。もともとそのクレジットカードで果物とかを買うとそれに手数料を乗っけて上乗せして返金するということで、はい、まあ、お金集めていたということなんですけれども、あのまたその、ね、逃亡という形になっていてそのインドネシアの沖合でボートで、はい、見つかったっていうところ不審に思われてということですから、この辺りますますもって何があったのかということですけれども、こういったもの後を絶たないなというニュースが次も実はあるんですよね、はいはい、続いても投資にまつわる事件です、うん、FX 投資の名目でおよそ2万6000人から1350億円を集めたとされるシンガポールの会社スカイプレミアムインターナショナルの最高経営責任者斉藤敦史容疑者ら4人が金融商品取引法違反の疑いで昨日逮捕されました、うん、斉藤容疑者らは2019年12月から1年半にわたり国の登録を受けずに金融商品取引の仲介をした疑いが持たれています、まあ、1350億円という金額で、まあ、金融商品の取引違反としてはもう最大規模の、はい、今回ね、事件ということなんですけれども、はい、まあ、このあたり須田さんにもですねよく解説をいただくんですが、まあ、本当にまずは集めて最初はしっかりとお金が返ってくるんだけどだんだんこれが自転車操業になってくるということで、うん、しかもその国の登録を受けてないというところですからね、まあ、このあたりも真相どうなっていくのかという話ですね。はいはい、続いてはこちらのニュースです。石油元売り大手のエネオスホールディングスのグループ会社で再生可能エネルギーを手掛けるジャパンリニューアブルエナジーは昨日セクハラ行為があったとして安茂会長を解任したと発表しました。エネオスをめぐってはホールディングスの経営トップ2代連続でセクハラを理由に相次いで辞める異例の事態となっています。本当にこれ異例の事態ですし、はい、まあ、そこで働いている方関係者も含めてですね非常にまあ辛い思いをしているだろうな、まあ、もちろんその被害に遭われた方ももちろんなんですが、まあ、特に石油元売りとかこうエネルギーの元売りというのは補助金もね今出ておりまして、はい、まあ、その意味ではエネルギー価格高騰というところ、特にガソリン代悩んでる方からすると一体何をやってるんだって思い終わりでしょうね、はい、続いてはこちらの話題です。日本テレビは昨日4月スタートを予定していた小学館の漫画原作の新ドラマについて制作を見送ることを発表しました。
理由は明かされていませんが、去年放送された連続ドラマセクシー田中さんの原作者で漫画家の芦原ひな子さんが脚本をめぐるトラブルを告白した直後、先月末に休止したことが影響しているとみられます。まあ、ドラマっていうのは漫画原作のもの、小説原作のもの、まあ、今回非常にまあ不幸な形になったんですけれども、はい、本来うまくいってるものってもたくさんあると思うんですよ、はい、作り手制作者ともになんですけど、原作者ともになんですけど、まあ、このあたりどんな風にしてこう作品作っていくのかって、まあ、我々も一応放送局の人間として改めて考えていかなきゃなんないことですし、まあ、今回の件とこれとはってね、また若干色合いも違うのかもしれませんけれども、作品のファンの方っていうのはね、はい、これ当然いらっしゃるし、作り手の方役者さんもなんとかそこにこう失礼のないようにと思いで演じてらっしゃる方も多いと思いますから、まあ、このあたり、ね、こう業界上げてどんな風にルール作りしていくかですよね、はい、うん、続いては政治のニュースです。自民党派閥の裏金問題をめぐり、安倍派で参議院側の会長を務めた世耕弘成前参議院幹事長は昨日、参議院の政治倫理審査会に出席する意向を固めました。衆議院の政治倫理審査会には安倍派の塩谷立座長のほか、西村康稔前経済産業大臣ら4人が出席する意向を示していて、これで自民党議員で出席の意向が確認されたのは合わせて6人となります。まあ、このあたりのニュースはですね、深掘りの方で須田さんにさらに詳しく聞いていきたいと思います。はい、続いてはこちらの話題です。明治安田生命は昨日、この春社会人になる予定の学生1100人を対象にした理想の上司のアンケート結果発表しました。男性ではタレントの内村光良さんが8年連続で1位に選ばれたほか、はい、大リーグドジャースに移籍した大谷翔平選手が2位にランクイン、うん、明治安田生命はワールドベースボールクラシックでの活躍から頼もしいというイメージが定着し、支持が集まったと分析しています。一方でびっくりしたのは、はい、もういよいよ大谷翔平選手は上司のもう年齢になってくるんです。これ理想の部下っていうのもあったのに、うん、そうではなくて上司の方でランクインなんですね。もう部下だったら抱えきれないと思う、うん、はい、部下だったら怖いですね、はい、続いてはスポーツの話題です。ドジャースの山本由伸投手が来月20日と21日にソウルで行われるパドレスとの開幕シリーズのいずれかに先発登板し、うん、メジャーデビューすることが決まりました。開幕投手としてメジャーデビューを飾れば、日本人では史上初めて、うん、メジャーでも81年ぶりの快挙となります。一方でね、はい、もう最近大谷選手の活躍があったので、はい、81年ぶり、これすごいことなんですよ。すごいことなんですけど、うん、もうそんなに驚かないっていうかもう驚きすぎてますもんね、私たち。驚きすぎてるから、もうなんか、さ、メジャーの情報とか見ても、我々日本に住んでるから、はい、日本人選手のね、まあ、特にそういう風に見て情報聞くんですけど、うん、なんか日本人選手抜きではもうメジャー回らないぞみたいな感じにすら、なんか今ついつい私たちがドヤ顔して歩いてますよね。本当にいろんな夢を見させてくれているところでございます。はい、ではお知らせ挟んでスターさんにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。